葵区高城、新静岡駅高城口そばに2022年3月にオープンしたうどん専門店丸戸さん。駅近でカジュアルな店内で、本場の香川と東京の名店で修行した店主さんが手掛ける本格さぬきうどんがいただけます。基本メニュー自体はシンプルな品が多く、御礼幅広く定番なうどんが揃っています。この他に季節メニューもあり、産地にこだわった天ぷらとトッピング、冬は香川のおでんもあります。人気メニュー親子天ぶっかけ、甘みのある濃い出汁で食べる冷たいうどんと鶏天、卵天のセットです。うどんは太く、一本が非常に長い仕上がり、確かな弾力とコシがあり、噛むほどに素材の甘みが広がります。それでも本場のさぬきうどんよりはやや柔らかめで食べやすいですね。塩味、甘みともに程よい出汁の味で、さっぱりいただけるバランスでした。とろっとクリーミーな半熟の卵天はうどんと相性抜群。鶏天もさっくりとした衣からじゅわっと鶏の旨味が広がり、プリプリと弾力はあるのにとても柔らかな肉質です。こちらはさらにシンプルな見た目な冷やかけのきつねうどん。おそらくカツオと昆布のダブル出汁、塩味はさっぱりながら出汁自体がガツンと濃く味わい深いです。すっきり冷たく程よい甘み、暑い日にもぴったり。麺はかけでも変わらずもっちもち、よく噛んで食べるのでスープの味わいもしっかり絡みます。お揚げは愛媛県産の松山揚げとのこと。薄いのに口当たりはもっちり、噛むとふんわりしており、甘い出汁の味が染みてうどんと相性抜群でした。食べやすさとさぬきうどんらしさが両立された一品を駅近で気軽にいただけます。ぜひお試しください。